このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田市中心市街地の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回はティールーム等にお邪魔します。こんにちは、よろしくお願いします。どうもお願いします。これランチ中ですね。めちゃめちゃ食ってますね。うん、皆さん食べてます。食べてますね。召し上がってますね。召し上がってます。ああ、これこれ鳥ね、大好きなんだけど、ちっちゃい時、幼稚園の時にセキセイコ、あれは飼ってて、私も、あ、本当、で黄色いセキセイコで、チャッピーって名前で、チャッピー飼ってたけど、3年で死んじゃったのかな。あれから悲しくてインコはもう飼ってないっていう。もうそうそう、泣きながら母親と二人でこう外に雨の日にこう穴を掘って埋めに行ったって。そうそう、優しい。であの後がね、なぜかハムスターになったんですよ。命の尊さを。でもね、じゃあメニュー選びましょう。はい、選びますか。じゃあランチの後のメニューを選べるということで、そうですね、ですね。はい、デザート、すごい。わ、いやー、これはとオリジナルブレンドコーヒー。ブレンドコーヒー、あ、はちみつカモミールティー。あ、コーヒーと生チョコ3粒セットっていう嬉しいセットもあるし、嬉しい3粒っていう固定してるんですね、お抹茶セットもお菓子がついて、お抹茶のお器で飲めるこのセットもある。お抹茶ですな。やっぱりほら上品ですね、ティーカップとか器がたくさんあるから、いろんなカップで飲めるのが嬉しいですよね。そうだ、それはやっぱり坂井田さんならではですよね。陶器がいっぱいあるからということですよね。ね、だってね、グラスも、作家さんのグラスを使ってるっていう、こうやってお写真が今ね、それどこかな、今パフェの方に行っちゃって、パフェの方見てた、どこですかそれ、食べ物の方見てた、食べ物の方どっちかですか、うん、逆、うん、あ、ここ、ああ本当だ、あらやガラス工房、そうそう、あとほら坂井田さんの、あの娘さんのほらこちら器も食器もありますし、これ、ほらいっぱいある。すごい。嬉しいね。ねえ、娘さん陶器ってガラスのそういううちって、いろんな県の皆さんのグラスが、そうですね。わあ、なんかありますね。形状もいろいろあるね。そうだね。ダイヤカットから普通の球体に、あ、でもこの坂井田さんのこれ、この色素敵だね。素敵だね。あ、いずれじゃあ このお店で使うことがいずれ出てくるのかなって感じ、素敵だそうです。いやー、ここはときめきますね。次回も3人が街を盛り上げます。